こんにちは、中島です。今日はサッカー選手における筋力とパワーの重要性について話をしていきます。サッカー選手にとって筋力やパワーは非常に重要になります。競技中に行われるキック、スプリント、タックル、ジャンプなど繰り返し動作の際に非常に大きなパワーを発揮する運動が行われます。本日の内容になります。はじめに筋力とパワーとは、次にパワー発揮の要素とは、そして筋力とパワーがフィールド上でのパフォーマンスに与える影響とは、最後に筋力を増大させる最も有効な方法についての流れになります。はじめに筋力とパワーについて話をしていきます。力学的パワーは仕事率とも呼ばれます。パワーは力に速度をかけることにより求められます。すなわちパワーイコール力かける速度になります。これらの数式に基づくと、アスリートが高いパワー発揮能力に影響を及ぼす2つの中心的な要素は、大きな力を素早く発揮する能力と高い収縮速度を発揮する能力であることは明らかです。スプリント能力とジャンプの跳躍高を含むパワー発揮能力の測定値は、サッカーのパフォーマンスと明らかに相関することが知られており、跳躍高および 30m スプリントおよび有酸素性持久力が男子のプロサッカー選手の最大筋力と高い相関関係があります。筋肉が発揮することのできる力と筋が短縮する速度との逆相関関係は特性曲線で表されます。最大パワーは最大筋力と最大速度が相互に調和したレベルで生じます。この関係は、例えば垂直跳びにおける力、速度およびパワーをモニタリングすることで明確に説明することができ、すなわちピークパワーは最大速度でも最大筋力でも起こりません。アスリートがジャンプの動作中に加速しようとすると、力を発揮できる時間枠がそれだけ短くなり、パワーの発揮においては力の立ち上がり速度がより重要であることが強調されています。最終的にパワー発揮能力を高めようとするならば、次の3つの要素を考慮しなければなりません。第一に、総合的な筋力を最大限に高めることを基本的に重要になります。筋力は高い力の立ち上がり速度と大きなパワー発揮を実現する能力と直接関係があるからです。第2に、非常に短い時間で大きな力を発揮する能力を向上させることが重要になります。それは力の立ち上がり速度に反映されます。第3に、短縮速度の増加に伴い大きな力を発揮する能力を促進することが重要になります。以上の各要素を注意深く検討することにより明らかとなるのは、各要素の間に強力な相互作用が存在すること、また総合的な筋力レベルが大きなパワー発揮能力を促進する主要な役割を果たすことになります。最大筋力と力の立ち上がり速度および最大パワー発揮能力の相互関係は、これらの間に有意な相関関係があることを明らかにした研究論文により裏付けられています。次に、筋力とパワーがフィールド上のパフォーマンスに与える影響なのですが、ノルウェーの上級サッカーリーグの優勝クラブであるローゼンバーグと最下位でシーズンを終えたストリンドハイムを比較しました。これらの図は、筋力とパワー、そして持久力がローゼンバーグにフィールド上のパフォーマンスにおいてより有利なことを示唆しています。高強度のレジスタンストレーニングを用いた筋力トレーニングは、初期加速、方向転換動作、水素イオンの制御と干渉能、さらにスプリント能力を改善すること、その結果試合中に経験する疲労を遅らせることが知られています。まとめになります。筋力を増大させる最も効果的な方法は、選手のトレーニング歴により変わり、最大筋力とピークパワーの
間には高い性の相関関係が認められることから、高強度リレシタンストレーニングはパワーの先行条件であることが裏付けられます。注目すべきこととして、高負荷を取り入れたリレシタンストレーニングは低負荷のリレシタンストレーニングに比べ最大筋パワーのより大きな増加をもたらします。本日は以上になります。今日の内容はサッカー以外にも非常に役立つ内容になっています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。